4月のインフォメーションよいしょー桜も満開ですよキャビーン桜すいません、なんか本当にこんなポンコツでって、花園神社にね、桜5本咲いてるんでぜひとも見てくださいディアンスディアンスで、4月のインフォメーション、はい、まあ1年ぶり1年近くもっとかな、わかんないけど昔よく出てたんだけど久しぶりの登場ともやってことは4月7日ともや副主任、はい、ともや副主任自分で言いますバースデーイベントよいしょお祭りやりますよお祭り騒ぎだお祭りやりますよお祭りやりますよ4月7日に日曜日で来てくださいじゃらじゃらシャンパン開けてください飲んでくださいお金使ってください4月7日とことん行きましょう僕27になりますとことん行きましょう本当にもうロマンスを壊していきましょうちょっとそれは罰金取られるんで本当にミサさんみたいにちょっと無駄にお金取られたくないんでちょっと違った違った間違えた僕見せてくれましたミサさんみたいにちょっとあ間違えたありがとうございますイッサさんのお客さんも来てくださいねお願いしますコータンすんごいんだからもう本当にみんな来てね本当にすごいんだからもうまあ、まあ、それは4月の、まあ、唯一のイベントまあもはやね平成最後の祭りだからねそうですね5月もう平成終わりですからね、うん、平成最後の祭り4月7日ボルの誕生日でバチン盛り上がってみんなビラボラバチン行きましょうあとはまあイベントっていうのは今まあしょぼいイベントしかないけど何やりますかロマンスナイトあロマンスナイトね俺らがビチッと決めるねスーツ姿噂のやつね4月18日やるんでその日はお客様みんな来てショーケージ前もサービスなんでお得の日お客様感謝で出しすぎロマンスコウタン出しすぎコウタン出しすぎロマンス出しすぎタメスで、あとまあまあ一番大事なのはそんなお祭りやったとはやっぱねナンバー争いするんで月末締め日が月末じゃない1日早いんですよ1日早くて29日ああ締め日じゃなくてそう4月30日火曜日だから月末じゃなくて1日早いんです29日気をつけてください火曜日に気をつけてそこに合わせてお金稼いでくださいお願いします平成最後ですよはい平成最後のどんちゃん騒ぎもう平成は最後ですからねコウタンやっべやっべやっべぞやっべぞ4月も待ってますお願いします待ってますみんなで盛り上げるっしょ